体温測ってる？測ってない。測った？測ってない。測ってください。体温書いてない。書いてください。熱はまだ測らなくちゃいけないよ。365、うん、いつも365、うん、これ紙に書かないとね。今度提出するでしょ、また、うん、はい、じゃあね、今日は丸5ですね。これです。ちょっと日付書いてないけど、これここが15で、こんな感じのメニューでございます。国語、ここ書いてない。算数、あとで書く。うん、理科、外国語で、掃除、図工があるね、今日はね、5時間目に。昨日はね、音楽とかやったんだよね、ちゃんとね。ハーモニカもやったし、あと、何、体育、体育もやったよね。はい、ということで、今日は体育とか音楽はないから、今日は図工があるね、うん、あと外国語やらないといけません。はい、はい、じゃあ、今日の1時間目何ですか？広い花びら。ん？1時間目は国語ですね。教科書、白い花びら、ワークシート2の3場面に取り組もうだって。ワークシートやる？うん、3番、これこれ、そう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 、白い、うん、3でね。じゃあこれをここやるのかな。じゃあ頑張って、1時間目これです。え？なんて書いてある？立場を選んで書きましょう。じゃあ、あれかな、問題ね、うん、読んだ？白い花びら、うん、教科書読んでからだよ。読んだ？もう一回読む？教科書を読んで、そのワークシートに答えるんだから、教科書読まないと。読んだの？今日？今日読んだ？読んでないなんで、覚えてんの？覚えてる。あ、覚えてるのか。うん、そっか、もう予習で何回か読んだ。意味はね、覚えるのが得意。あ、意味と思いますよ。え？何？意味は何？意味、会える。会える？あ、もう答えを言ってるのね。もう覚えてるの？物語。物語覚えてる。あ、覚えてるんだ。毎日読んで、ね、毎日読んでたからね。 OK、 じゃあそのまま頑張って。理由か。何時まで？20分まで。9時20分まで、ね、あと30分。じゃあ集中して頑張って。なんでだろう、理由なんでだろうあれどこだっけ。白がリミの手を枕にしてる。白枕なのか、リミの手が怒ってるのにそうって顔してるいいだろうっていう。どう、できた？いっぱい書いた。いっぱい書けた。どれどれ、待って、ちょっと。すごいじゃん。はい、じゃあ終わりかな、そこね。はい、じゃあね、ちょうどね、もう終わる時間なので、休み時間の10分だね、うん、10分後また次は算数。次の時間ね、うん、15分。15分で、うんうん、休み時間。あ、2時間目の終わりでしょ。そう、それでもまだ先じゃん。まだ2時間目終わってませんよもうまず次は算数だよ。足の持ち方です。聞いてますか？次は算数ですよ。はい。ビシバシがやる。見て、橋の。聞いてますか？次は算数ですよ。もう、どの話、全然聞いてないんだから。聞いてたよ。聞いてないよ。じゃあ、お返事しないと。分かったら、はいって言わないと。分かりましたって言わなきゃ、ママ分かんないじゃん。はーいじゃないよ。はーいじゃん。うん。じゃあとりあえず休憩でーす。休憩タイムだよ、チロ。うん、チロンと遊んでなさいじゃん。ディナン。怖い怖い。怖い怖い。
ちょっと怖いんですけど。リミさん、30分から2時間目の授業なんですけど。はい。ねえ、そういうのはさ、休み時間のうちにやっとくんだよ。ねえ、どうして授業始まってからやるんですか。はい、にやりの。なんで半から授業だって言ったじゃん。もう、ママは今日怖いですからね。いや。先生の代わりなんで。いや。プンプン。ダメですよ。いやじゃない、本当に。はい、もうほら始まるよ、始まってるんだから。次は算数。算数、算数何やんの。見て、2時間目算数、九九の表と掛け算だって。教科書の14、15ページ、書き込めるところは教科書に書きましょう。 P15-2 の問題はノートにやりましょうだって。いや、まだ計算ドリル5もあるよ。計算ドリル 5? うん。じゃあ教科書の14、15ページだね、まず開くの。昨日やっちゃった。あ、昨日やっちゃった、うん、すごいじゃん。え、教科書14、15? うん。マジマジ。それどれ見せてください。ほら、15ページ。14、15。これ、はあ、これ14、15?で15ページの、あ、15ページの問題もうやったんだ。やった。もう昨日やっちゃったの。すごいじゃん。じゃあ15ページの2の問題ノートにやりましょうっていうのはもう OK ね、うん、で書き込めるところは教科書に書きましょうっていうのは書いた。もう書いた。ここもまだ書いてない。うん、じゃあ書いてないところだけちょっと書こうか、うん、ね。でその後計算ドリル5番を計算ドリルノートにやるんだって。それできる？うん。まだやってないよね。計算ドリル5。やってない。見てみる。見てみよう一応。やってる。やってる？すごいね。昨日やったの？うん。これ計算ドリル5。おー、本当だ、終わってる。すごいじゃん。すごいじゃん。じゃあ、時間が余ったら教科書とか名前書いてないじゃん、ノートとか、うん、その名前書きしよっか、ね。じゃあとりあえずその教科書に書き込むのだけやりましょう。すごいね、昨日やったの。うん。あら、やっちゃった。やっちゃったんだ。2が2、2が4、2、3が6、2、4が8、うん、5、10、2、6、12、1、7、14、2、8、16に来る。でもしリリちゃん、うん、時間が余ったらこのお家で使ってるこういうドリルとかやるね、うん、はい、じゃあ頑張ってください。昨日なんで算数はやっちゃったの。間違えちゃったのやるとか。え、昨日の分は終わってるよね、ちゃんと、うんうん、なら OK です。まとめてやっちゃったんだ。そうだね。